はい、どうも。ということで、今回はものすごいことを発見したんで、紹介していきたいと思います。仕草の仕様がちょっと変わってるんですよね。というのも一部。今回そちらを紹介していきます。はい、こちらのですね、シグナルウィングとかシグナルスライム。これが仕様が変更されました。今までって1個置いたら、まあ、次のやつ置いたら消えちゃうと思うんですけども、なんと今回から、はい、一応いきますよ。はい。よいしょ。はい、よいしょ。はい、よいしょ。ひーよいしょ。めっちゃ置けるようになってんすよ。これやばくないですか？今までバグとか使用しないと一人で何個も置けなかったんですけども、これからですね、なんか仕様が変わって、いや、バグなのかもわかんないけど、まあ仕様が変わったんでしょうね、多分ね。なのでまあ、これ一人でも何個でも置けるということなんで、まあ、これ、ぜひとも試してみてください。やった瞬間にすぐキャンセルすると、まあ、すぐ置けます。そのままね、キャンセルボタン押さないと、多分、まあ、消えちゃうと思うんですよね。あ、消えないわ。まあ、とにかく、一人で6個も5つも置けるんで、ぜひとも、皆さん、やってみてください。めっちゃ楽しいです。ちなみに、新しい仕草、限定のね、なんだ、バージョン6の箱に入ってたやつ、シグナルウィング、こちらです。はい。こんな感じです。はい。まあ、欲しい方いたらね、ぜひとも転売ヤーの人から買ってください。はい、というわけで、仕草がね、仕様変更されてたってことで、まあ、相当短い動画なんですが、役に立ったら嬉しいです。はい、ありがとうございます。